あのやっぱシャイニーデイズとまた違う、そのあのシャイニーデイズはやっぱ全面的に、うん、もう絶対的にポジティブな世界なんだけど、あのチェンジマイマインドとかはあの音とか、あと例えばなんだろうね、その平サビじゃない、その平の部分で歌ってることっていうのは、あの決してその楽しい話だけじゃなくて、なんかもっとこうあの現実的なこと、あのまああるその本当にうまくいかないことが多いねみたいな、例えば自分の知り合いとか、あのまあ家族とかそういう状況を見てて辛い状況続いてるのを見た時に、あの辛くないさ楽しもうぜって言うんじゃなくて、やっぱ辛いことはあるけど、そのサビのところでそのスイッチを持って切り替えて新しい世界に行こうよと言って、そこでポジティブな世界に導くっていう、ちょっとまたシャイニーデイズとは少しあの意味合いが違う、だけど両方ともまあポジティブなあのバイブスというか、そういう世界に導きたいっていう、そこから始めて、そこから始めてそこで締めるっていう、まあそんな感じなんですけど、はい、やっぱりこうヒップホップの持つ力をあの、ね、出してくれてるなっていう感じがしますね。まあ、やっぱりヒップホップカルチャーにすごくあの育てられたので、うん、あのまあ、そこからこうね、これから10年20年ってあの自分らの先輩たちもそうだけどさ、こう音を続けてた時にやっぱりそこのその時その時で変わっていくじゃない、うんうん、変わってはいくけれども、その真ん中にあるそのあのコアにあるものがどういうものなのかっていうことで、やっぱりブレない、そういうポジティブなものを発信していくっていうことができれば、自分なりのそのハードコアなものが作れるっていうふうにはまあ思っているから、うんうん、だからそういうスタンスだよね。それはだからどのグループでどの形でやってもあんま変わんないとは思うけど、うんうん、なるほど、はい、このアビリティはかなりじゃあポジティブな、そうですね、サウンドが詰まってるということで、はい、そういうことですね、はい、ベッタベタなラブソングとかもあるしねマジで聞いてもらえると思うけど、そう、今後のソージーさんの活動予定とかどんな感じですか、はい、年明け、まあ、ちょっと違うんだって、1月の24日に、はい、神奈川 の, あの綾瀬にある新生堂で、はい、インストアライブをやります、14時から、うん、1月の24日の14時から神奈川の綾瀬で新生堂でインストアライブで、でね、あと2月の14日に、高田馬場のフェーズ、うんうんうん、でここでライブやります。でこれはまあバレンタインデー、バレンタインデー、そう、この間あのこの間は24日にクリスマスイブにリリースパーティーやって、でまあインストアライブを綾瀬で挟んでのバレンタインっていう、うんうん、あのそこは馬場のクラブフェーズ7時ぐらいか19時ぐらいかな、多分その辺でやります。であとまああのその掃除やりながらケースケースの方ではまああの第2土曜日に渋谷のボールでラストリゾートっていうイベント、まあもう何年も続けてるんだけど、それやったりとか、あとブエノスであのエリア BBP で参加したりとか、うん、なんかそういうのやりながらみたいな感じでしょうか、はい、なるほど、はい、精力的に活動されているということで、そうですね、はい、じゃあのケースケースも活動しつつ、うん、そうだね、ソロのそのケースケースさんももろマイペースなので、うんあのうん、これはもう多分20年30年って、まあ、あの生きてる限りは続けようかなと思ってるから、ですね、そう、まあお互いがね続けてる、続けていくテンションがあれば、うん、ずっとやっていきたいなとは思います。シャラウト DJ キラーということで、そう、あの人はヤバすぎるんで、はい、うん、なるほど、うん、あの今後例えば、サウンドをどんどん作っていきたいなっていう、うん、クリエイターさんに対して何かメッセージなどあったら、うん、クリエイターさんにメッセージ、まあ、あのなんだろう、多分みんなもう分かってると思うけど、あのやっぱり あんまりこうなんていうの、毛嫌いしないでというか、いろんなものをこうあのいろんなものとりあえず食べてみるみたいな、あのいろんなもの味見してみるみたいなこと、それ大事だなと思うから、あの自分もやっぱりそのヒップホップカルチャーでいろんなものをあの聞いて育ってきたけど、あのそこ以外の世界の人たちとやっぱコミュニケーションを取ることで、あのいろんなこう刺激受けたり、あの制作にこう力が入ったりとかしたこともあるから、あのいろんな人と話をしたりとか、いろんな場所に行ってみるとか、あとやっぱ一番素直素直にやること、これが本当大事だと思うね、うん、素直にやることが一番いいと思うな。そのなるほど、まあ、ポジティブにこだわるのもいいけどね、頑固に、いい意味で頑固になって、でもやっぱり人と話すときは素直になる、これが一番いいかなって、クリエイターに対してっていうか人としてどういう話かよく分かんないけど、いろんなものを吸収できるようにってことですよね。そう、とにかく吸収した方がいいね、本当に。大人の人とかもいっぱい話した方がいいと思うね。うん、そう、なるほど、うん、そんな感じで、12月16日にファーストミニアルバムをリリース、はい、アビリティ、アビリティリリースの、はい、ソージンさんに今日は来ていただきまして、うん、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい。